遠回りっちゃ遠回りだ。行けそうな気がする。これもうちょっと向こうだろう。あ、そうか。なんで経路の再捜査中で、再検索中でさ、出ないんだって思ったら GPS 死んでんのか。長いな、新日本坂トンネルって。反対側って言うと静岡やろ。はい、まあいいか、帰りは向こうに行くんやでな。うん、はい、静岡です。わーい、浜松です。ようこそ浜松。びっくり、これか、これか、これ。うん、これ曲がれるのか。曲がれない、曲がれねえよ。無理だな、理だ、あれは無理だな。やばかった。およそ 100m 先、左方向です。左方向です。その先、大丈夫か今日、ナビ。すげえな、3回言うたぞ。なんかすげえ俺が間違ってるような言い方されたね。そうか、どこ行くの、どこ行くのみたいな。大丈夫、俺が何も言わんとしてやってるから。今日の波おかしいね、ほんとに。初めてじゃない、そんな調子悪いの。これは何かのグラフか、美味しいイベントあるのか。美味しいな、美味しいイベント欲しいな、俺。もうさ、こういうさ、一応なんか一回間違えるとかさ、これもなんかさ、タイミング測ってるような気しかしないんだよ、この心霊スポット行くたびに。方面から入ります。初めてやね。うん。また違った様相っていうかね、が見れるのか。いや、あの神社通らないから、過激は。これこっちから行けれるんやろな。行けるはず。去年、一昨年に来た時はあれだ、車だって普通に通ってそのまま向こう側に行ってたから。行ってたもんな。は向こうよりすごいな、道が。でもこんな細い道も慣れたもんです。あ、慣れたな。狭いな、こっち思ったより。狭いっす な, な, なんかあのトンネル抜けたら普通にもっとなんか広い道出てるのかなって思ってたけど、そんなことは全然なかった。うわ、台風の加減だね、なんか。台風直後に来てるからな。姫街道。じゃあ朝鮮トンネルもこんなもっとひでえんだろうな。あ、行かなくてよかったね。これを抜けてる、これを曲がったら見えるんじゃないかな。来た。おー、重くし向こうからライト見えとるやんか。うん、向こうのライトだ。いるんだね。誰？やっぱしおるんだね。くらー、ここだよね。うん。さあどうする？あれ、こんな暗かったっけ？電気ついてないよ。なんてこった。さあどうする？まず車から行く。まあ、よいしょ。まずは車から。じゃあとりあえず車で、じゃあ行きましょうか。はーい。では、何やったっけ。旧本坂、あれこんな暗かったっけ。旧日本坂トンネル、うわ、トンネル行きます。やっぱしもやがあるね。あー、
写真が撮れねえパターンか。初めてやね、ラグ分けだらけやな。かわいそうにこのトンネルも、ほんとクソなやつらが多いね。っていうか台風荒れすぎじゃね。ねえ、ああいうのも捨ててくやつおるんかな。さてさて、これ車どこで U ターンできるんだ。できないよ。ギャース。あれ、俺の知ってるなんか本坂トンネルと違う、こんな暗かったっけ。うん、こんな風だったよ。ああ、そうか。みんな、俺らが行った時は3、4台車があったで、ライトで明るかっただけやで。なんてこった。ちょっと暖かくてごめんね、クーラー切って。さっきの車も U ターンしてくるかもしれんね。多分あれ U ターンする道なかったくない、あっちの。だから向こうも降りて U ターンするんだよね。あ、もう俺がらがいなかったら多分あそこで U ターンするつもりでおったような顔してたで、こっち見て。おお、うん、おはよう。結構やっぱし人が来るっていうことでよ、こっちが気を引き締めてかんだよ。怖えぞ。どう見ても同じような道幅は。光ってなかった今。草じゃないのか今の。今の草だと思うけどな。なんかここら辺にスーッ、なんかスーッと横のあれでしょ、雲の巣が光ったような感覚で動いてなかった。違った今の俺の見間違い。いや多分同じもん見てると思う。あれ草やった。え、違うのか。だってなんでボコボコっても何も言わんかったぞ。あー確かに。同じもん見たよな、緑色の。緑とかなんか光に反射してるなんか横のやつだよね。そう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 、横にスーッとなんか流れてきた。行き、うん、そんなんなかったやろ。そうだね。行きやったら蜘蛛の巣切っとるやろ俺ら。あーそうだ、蜘蛛の巣じゃないね。蜘蛛の巣見てたらちょっと太かったよね。うん、蜘蛛の巣ではない、太さ的に。おやべえ、カメラに映っとるかな、ミントかんね。ちょっと待って、ちょっと待って、何やったやろ今の。こうやって見てもか、あの、あれじゃねえもんな、ガラスの光じゃねえもんな。うん、違う、絶対にガラスの外だったから。そうだよね、俺こうやって覗いたもんな。出た、取ってきたよ、また。ようここでさ、泊まって寝れる人おるよね。はしゃいどった俺らも大概だよ。さあどうする、オープニング。オープニング撮るしかないでしょ。